肉の町、三重県は松阪市。世界のブランド松阪牛は皆さんご存知ですよね。肉文化が栄えるこの町にはたくさんのお肉料理の名店が。この番組では松阪市のお店からぜひ食べてほしいうちの一品をご紹介します。今回はすき焼き編、極上の一品をご期待ください。今回ご紹介するお店はこちら、松阪市殿町にある割烹旅館八千代さんです。松阪城跡や五条番屋敷など松阪の名所からすぐに位置する八千代さん。創業は大正4年。もともとは松阪城跡で料理店として創業を始めました。現在の場所へ移転したのが昭和4年。当時の趣を今も残す建物は歴史的価値が非常に高いとされ、国の登録有形文化財に指定されています。旅館でもある八千代さんですが、最大の魅力はそのお料理。それでは八千代さんのうちの一品ご紹介いただきましょう。お待たせいたしました。八千代うちの一品、名産松阪牛牛肉懐石です。こちらの懐石は柔らかくて旨味の深い名産松阪肉をふんだんに使った本格懐石となります。牛のしぐれ煮から始まり、牛の角煮、ステーキと続き、牛鍋、牛たたきと松阪肉を贅沢に味わっていただきます。特にご好評いただいているのがステーキと牛鍋です。せっかく松阪肉を食べるならいろんなお料理で食べたいですよね。ステーキは油のミルキーさ、甘さを生かすよう調理しています。牛鍋は割り下にお肉をくぐらせて食べていただく形になります。趣ある雰囲気を感じていただける私たちの八千代で、極上の松阪肉を堪能していただければと思います。建物は国の文化財指定を受けるなど、松阪の情緒を存分に感じていただける割烹旅館八千代さん。最大の魅力はそのお料理。うちの一品は松阪牛牛肉懐石です。極上の松阪牛をさまざまな形で堪能できる贅沢な懐石です。今回ご紹介した割烹旅館八千代さん、所在地、営業時間、定休日はご覧の通りです。